まだ、かこちゃん、まだ身勝手にこう握手ずっとしたがりますね。だから台風の進路はずっとこう東京の方に、このアンドロイドのね、こういうふうに画面が消えるっていう、こういう機能。これも、航続を守る機能っていうのをコンピューターから一回排除しなきゃ無理ですね。すぐに隠したがるから、物事を隠蔽して。だって隠蔽した、その組織っていうものが、もともと党とかであって、本当のことテレビで言わないでしょ。そしたら自分たちがどうなるかっていうことばっかりだけで、逆なんですよ。今までそうで、みんながそれ分かってるから、だから、あ、この人本当のこと言ってくれた、誠実な人だなってなるんですよ。まあまだ僕の方は防災特化型ですけども、だから東京の方でそれだけ悪さを続けるんだったら、もうプロ野球業界もサッカー業界ももう同じですよ。たくさん視聴者がいるところね。で、佳子様とかの場合は、まあ、国連という単位と昔からの話がずっとあるから、それについて真面目に向き合わなきゃならないんですけども、だから、僕は睡眠不足だから、こうやって背もたれを使って話してる映像だから、どうだとかこうだとかじゃなくて、心配っていうのをまずしてあげなきゃならないんじゃないですか。意味のない公務をしてるぐらいだったら、僕は家にいた方がいいって言ってる。それは意味のない公務だから。で、君が握手してるから、日本で災害発生してる一面もある。それはプロ野球業界も同じ。もう中心人物、世界の中心人物を誰かっていうことを決めておかなきゃならなかった。1998年にね。で、今までの歴史を全て考えて、法的に考えると、やっぱり政府の方が悪かったっていうことになるんです。で、佳子ちゃんの方から結婚話をしてきて、将来を誓い合うキスを佳子ちゃんの方からしてるんですね。自分で言って。この人を信じますって。だけども、僕の今、時間の経過とともに人間は変わっていくもので、結局僕の言ってることは受け入れてくれない。現に僕は、佳子様と結婚するっていうことを、社会にオープンしていて、去年もそれを通していて、皇居行ったけども会ってくれなかった。ずっと何回も会うとは言ってるよ。言ってるけども、会ってくれない。顔取って逃げよう。これがコンピューターに揉まれてしまった人たちの生き方で、そこに正当性なんか何もないんですよ。じゃあ、ルール、法律って何だったんですかっていう話にもなりますし、それもう今更この国で真正面からそういうふうなことを言える人ってなかなかいないんですね。何か大きな組織で守ってくれてる人たちが大量にいなかったら、怖くて言えないんですよ。淡井さんみたいに寝させてもらえんようになったらどうしようって。もうあの人の親殺されてる、それでって。母親74歳。普通死なない、その年齢で。こうやってホームページにアップロードしてる内容とかでね、台風の進路図とかはもともとどうだったかっていうところを、まあ、これ防災に関しての最重要事項っていうものがあります。まあ、これ位置もあります。まあ、この下のね、ここの文字見ていただいて、これが検索ワードになるんですけども、まあ、基本的にホームページ、淡井健介の履歴の一番見てもらったら、もうすべて整合性が合ってくることっていうのがわかります。で、これが、佳子様だけじゃなくて、淡井健介に会って結婚話をしてきた人間、全員に当てはまるんですよ。だから芸能界から結婚者が消えていくみたいな形になってるんですけども、もともとそんな世界どうでもいいじゃないですか。
そいつらが賠償金払ったらいいだけなんだから、淡井圭介に。先に結婚した人間がね、本当のこと証言して。で、なぜ嘘でお金稼げてるのかっていうところを、社会にフルオープンで、録画した内容をね、裁判所の中で、話し合ってる内容。こういうことも、記載してるのは、これも本当の話なんですよ。ヒトラーもびっくりですよ。これが日本かと。これが国連の作ってきた世界かと。これが、淡井圭介と同じ目に黒い服着てる人間、佳子さんと手を繋いだ人間、全員同じ目にあったらいいんですよ。そしたら、あとは知識で、自分たちのしてきたことがどれほど罪深かったかっていうことがわかるから、危害を加えてきた人間も全員、こっちそれでも踏ん張ってるから、淡井圭介と同じ睡眠時間で生きてみ。巨人の選手も全員、全員じゃなかったら意味ないよ。1軍2軍全員、登録されてる人。それが君たちの勝てる条件だったから、大したことない。相手睡眠不足にさせて、能力低下させてただけやから。それで勝ってただけだから、だからそんなもので世界戦出たって、だから淡井圭介が、その世界戦を本気で取り組んで、勝ちに行ってる時に優勝できてます。全部が全部じゃないですよ。それは負ける時あります。意図的に負けよう時もありますから。調べるだの、なんだのっていうようなことを言って、試合中に、例えば広島東洋カープの菊池選手って日本代表戦でもガム噛んでたりしてたでしょ。だけど本人がエラーしなきゃなんないのに他の人間がエラーしてる時点で人のせいにしてるでしょ。自分でガム噛むん淡井さんに言われてるからやめときますって言ったらいい。ただもうあんなに何回も試合中にガム噛んでる人間は野球でお金稼ぎなんかさせちゃダメよ。他の仕事で返済しよう。潔く。僕は生活保護者だけども、被災地に行ってるよ。君たちは仕事してるからお金がある。動ける範囲は大きい。あれだけ巨額の売り上げがありながら、まだ優勝チーム、ビールかけしたい？海外旅行行きたい？それ込みで国庫に返納のお金の話しましょう。お金持たせてしまうと悪いことにお金使っちゃうから、会社って昔からそうなんです。で、悪いことをしてる自覚っていうのはないんです。じゃあね、一般の世界でね、その辺の人でね、その辺の人とかにね、まあ仲間内でもその辺の取り貴族とかでビールかけ始めたらどうなると思います？警察官飛んできますよね。それ逮捕やって、お前らしていいことと悪いことの区別つかんのかっていうことになりますよ。当たり前ですよ。でね、そのビールかけしてる中に元警察官とか警察官混ざってるんです。どうしようもないでしょ。サッカー選手も同じでしょ。もともと悪いことを自分から率先して注意したりやめることができない人、ちゃんと相手叱って、怒ってそれを言わなかったら伝わらない。ヘラヘラ笑ってたら、あ、していいことなんだって思われるから。今一瞬皮膚が大きそうになった。え、笑顔になりそうなんだ。もうこれがレンズに映ってる時の、カメラに映ってる時の状況。これは全員少しはあるから、まあ、ちょっとぐらいの許容範囲は持たせておきましょう。ただし僕は阪神タイガースの人たちとかとも、だけじゃなくてね、12球団に、26年前から言ってるんですよ。で、イチローさんがまだオリックスにいた頃、優勝した時に淡井圭介のね件とかいっぱい聞いて、あのアナウンサー、女性アナウンサーがビールかけの取材に行ってたでしょ。あいつは全員淡井圭介と結婚話して、自分の名前と住所、電話番号をしっかりと明かしてなくて、定期的な連絡とかしてこなかったんですよ。会社にばっかり連絡して、じゃあそれを会社にされると、会社の中で僕はどう見られるかって言ったら、こいつはあっちこっちで結婚話を振りまいて物事をややこしくしてる人間っていう風に見られるんですね。で、その情報を聞きつけた人間はどういうことになってるんだろうって、エロ業界側の人間が上として仕事場に入り込んでくるんですよ。
これ後から分かること、いきなり初対面の人間がどういうふうな生き方の人間なのか、これは分からない、本当に。なあ、もう社会の仕組み見てみると悪いことしてる人間ほど上に行ってるっていう形にどうしても見えるんですよ。だからこれは法律の世界でいうと三審等以内の請求とか、あの損害賠償で、まあどういうふうな形でそれを償うのかっていう形にもなるんですけども、お金だけは全てじゃない。だからそこで良いアイデアを持っている人たちは、じゃあ今後こうしましょう、ああしましょう、これ守りましょうっていうことになるんですよ。なあ、もうそれをいちいち裁判所通さなくても、ある程度の年齢になって、ある程度自分の親たちから聞いてるんだから、だから正直、佳子様のしてること、佳子ちゃんのしてることは分からない。佳子ちゃんって言って、顔を取るのやめよう。それは返還義務がある。相手と、その親とかに、許可もらってるんだから。叱っていいって、怒っていいって。叱られなかったら、気がつかないんですよ。無理、外交だからいいとか何かそういうことを言ってるんですよ。で、そこで僕は、投げかけた言葉は、浮気だから、浮気になるから、やめてって言ってるんですよ。握手すること自体をね。だけども、外交だから無理。それだったら、外交イコール浮気なんですよ。だからそこでホテルとかで、もともとダイアナ妃かな、誰かがそう、別の男と、まあいろいろあったっていうところね。だからそれを社会に、まあイギリス王室もそうなんだけども、他の国もそう、バレてるんですよ。浮気していたっていうことが。だからそれがあるから、今本当に、どういうふうなところまでしてるかわからないけども、だから僕は握手してほしくないって言った時点で握手してほしくないんですよ。それ日本国民の代表として言ってるわけだから、それもしょうがない。受け入れるしか。だから代表者が自分で物事を決めちゃダメなんです。明確にあれダメですよ、これダメですよって言われてること。これは1998年、世界中の政府上層部の人たちが集まって、まあテレビ局のまとも側の人間とかも集まって、で、あと、まともがじゃないやつも混ざり込んでるんですよ。お前これ言えよって。みんなの前でって。私もそれ守りますって。守らなかったら、同じ目に遭いますって。そこまで言えよって。それしなかったら、危機感持たないから、すぐ調子乗って、仕事場で。勤務中にヘラ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 笑ってる人間。で、あとまあ、カコちゃんの悪いところは、勤務中に笑いすぎ。仕事場とか行った時に、視察してる時に、真面目に仕事してる人間で、笑ってる人間がいない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 。どういう音楽を聴いた時に皆さん感銘を受けました？例えば、古い曲ですけども、ラルク・アンシエルのフラワーっていう曲。その頃はハイドさん髪の毛染めてなかったんですよ。まだ不良化してなかった。黒髪だった。曲の最後の方、もう全身、プロモーションビデオ見てもらったらわかるんですけども、全身こう、力尽きて、もうこれでもかっていうぐらい、訴えてるじゃないですか。心の底から。言葉で相手に。だけども、それが届かなくて、崩れ落ちてる。るんですね、プロモーションビデオでは。表現してるんじゃなくて、何か未来からの言葉を聞いて、僕からのね、SOS。ハイドさん助けてって。もう未来でこんなことになってるって。有名な人じゃないと伝えれないって。それはグレイの皆さんも、ビーズの皆さんも知ってます。僕と一緒に仕事しに、来て、一緒に仕事して、いろいろ聞いて、もうそれ以上、もう言い出しにくいんだったらもう言わなくていいからって。泣くから。辛いから。だから、外交に関しても、岸田さんはちゃんと言ってくれてるんですよ。君から言われたところだけ外交に行くって。
涙ながらに涙流して、ユンさんとの会談の時にね、けどそのユンさんも本当は今日本にいるのかもしれないです、わからない、ずっと韓国にいるのかどうかもわからないし、その昔朝鮮半島でああいうふうな戦争がありましたから、朝鮮人民共和国の人たちはもともと日本がその朝鮮人民共和国と台湾と満州国を併合しましたから逃げてきてるんですね。それはもうね、しょうがないじゃないですか、戦争始まってるんだから。第二次世界大戦で敗戦だっていうことをもう日本は白旗上げて、で、調印交わした後でもそれはもう逃げてきた人をそれ追い返せます？追い返す権限なんかあります？一度自分たちの方から併合しておいて、無理でしょ。だからその親族の人たちが、いや日本にいるんですっていう人たちは北朝鮮とか韓国の人たちにはいて、でまあそういうふうな、まあ難しい問題とかを、まあ一応まあ僕も二十歳ぐらいの頃からいろいろ自分なりに取り組んで、まあそういうふうな件があったから、テレビのニュースなんかを信じないで、淡井圭介さんの言ってることだけ俺たちは信じる、私たちは信じるっていう人たちが昔はたくさんいました。で、まあだから能登半島、他国の人も含めてですよ。で、能登半島のその地震があった時に、北朝鮮の金正恩さんが井の一番にその慰問のね、文書を送ってきてくれたんですよ。だからその慰問っていうのは、その慰問、訪問の門、月の言葉なんですけども、だけども自分の国からまあ文書を送るような形なんですけども、だからこれはエネルギーの残存量問題から、だからもうそれしょうがないんですよ。これは本当の社会なんですよ。テレビで放送してる人たち、だから先ほども、他の動画だったかな、言ったと思いますけども、息子はレイプの事件を起こして、で、精神病院に7年以上入れられてるものとかね。で、いつ出れるのかどうかは僕も知らないですけども、その、精神病院の医者とかも結構コロコロ変わるときは変わるから、みんなどう対処したらいいか分かんないんですよ。で、その、親父が、父親が、まあ、その嫁と離婚して、嫁の方に子供、そいつを預けていて、まあ、その、兵庫県の NHK の報道に出てるんですよ。で、そいつがどういうやつなのかは分かりました。淡井圭介に対するものの言い方で。で、あと隣にいた髪の毛染めてる女連れていた時点で分かるんですよ。ああ、エロ業界側だなって喋ってる内容とかでって。お前女のせいにして逃げたんやろって、松原って。何ヘラ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 報道出て笑っとんねんって。不愉快や、BPO や、いらんってって。ちょっともう今いろいろ悩んでいて、青江さんにしては珍しいなっていう、そのなかなか言葉出てこなくなってる状態に、今頭なんか捉えてるんじゃなくて普通に言葉が出てこなくなってるんですね。で、まあ全員に対する返還義務、テレビ出てる人たちへのルール法律、皮膚とか取ってた人たち、呪いとかを僕に植え付けてた人たち、これです。これなかったら、僕もこれだけ寝不足にされていて、寝転んでテレビ見てるだけでね、体の中に呪いを入れられたりだとか、まあ、電波によるもしかしたら攻撃かもしれないですけども、まあ、次回とかいろいろありますけども、だけども、それって、そんなにしんどいとき、しょうがないですよね。そいつがものすごい力仕事、無茶な仕事の内容とか、ね、上から言われて、現場で走り回って全力で。で、倒れ込んでる時に、そこまで
鬼になります？皆さん。なんかテレビ局の淡いケースけど結婚話した人間で、だから、ここの家の中でね、ちゃんと話し合った人間が、もう21歳頃の頃からいないんです。宇賀夏実に関しては家のドア開けた、勝手にそこに座ってたんです。ここの家の中から書類がたくさんなくなってる話とかしてますよね。裁判所の仮執行の判決の書類まで。それ知った上で、そういう件が今まであったことを知っていて、そういうことをしてるんですよ。まだその時は親は生きてましたけども、もう起き上がれない状態の親ですよ。介護中の。そんなところ、そんな親の状態の時に、来ちゃダメじゃないって。普通に自分から言えよって、淡井さんに言って。こういう理由で来ましたからでいいじゃない。応じるからこちらも話に。相談だったら相談で、はっきり言って僕にもできることとできないことがある。何に困ってるのかまず言わなかったら分かんないじゃない。これで、テレビに出させてくれなんか言ったら、それは怒るよ。こっちはこう言ってるじゃない。本当の人口の話と、すごい少子化の話が何十年も続いた話と、二社二社合併で夜中と明け方の番組がいらないって。余計な仕事いらないのよ。余計にエネルギーが減るから。協力してよよ。再放送とかでテレビを番組放送したら意味ないのよ。朝の8時から夜の23時までテレビの放送は、それでいいの。野球界がおかしいの。延長戦なしにしなさいよって引き分けで終わるんだから。まあ、日本シリーズとかああいう短期決戦の時だけは、この試合だけは延長戦して決着つけなきゃ順位決まらないっていう時は、それしたらいいと思うんですけども、昔その手の話を、テレビで大っぴらに言って、その声を聞いてくれてた人たちは、まあ僕はね、まあ、神戸市内の、まあ、まあ大した時間給じゃないですよ。まあそこも賃金の不払いとかあったんですけども、ハーバーランドの、まあ一応まあレストランといえばレストラン、もう小さなレストランですよ。なんとかっていうところなんですけども、まあなかなか気づかない。そんなところに店舗があるって。まあそこでちょっと仕事手伝いに行って、山口博之っていう人がまあ最初黒服でフルーツラパークのファインハイゼンで担当者になってピンハネしていたっていうことが発覚して、その一番の大元は本社が悪いんだけども、本社の役員の人間がだけども、その場を担当した人間に責任を負わされるような形で、でそこのレストランの店長というような形で仕事始めて、でアルバイト募集しても人来へんから、あとどんなやつが来るか分からへんか、とりあえず来てくれへんかっていうことで、何日間かだけ手伝いに行ったんですよ。まあ1ヶ月ほどだったと思いますよ。で、うん、ちょっと一旦もう撮影やめときますね。